みんな、この夏休み、日記書こうぜ。どうも、ハイチです。今回はですね、主に受験生に夏休みにね、やってほしい、あることをお伝えします。で、これは、ま、受験生じゃないから、いやではなくって、受験生じゃない方もですね、ぜひ参考にしてほしい。まあ、いつか受験生になる時が来るしね。で、もしできるんだったら今年から実践してもらえたらと思うんですけど、二つです。主にやってほしいのは一個なんですけど、二つお伝えします。で、一個目が、日記を書こうっていう。で、これは、今日何々があったとか、何日、〇〇と、祭り行ったよ。だからそういうことじゃないの。にプライベートで起こったことを書くんではなくって、何を何分どこまで勉強したのかっていうメモをしっかり取ってほしいんです。そう。例えば7月21、まあ今日21なんですけど、数学、ワーク、何ページから何ページ。で、時間を書くかどうかはこれは任せます。自分はどっちでもいいと思ってるんですけど、ただ、科目とやった量ですね、はしっかり書きます。で、あと英語、じゃ単語帳の1から100までの暗記、何分みたいな、書くんだったらね。を書いてほしいんです。で、これをやる効果がいくつかあって、一つはモチベーションの維持です。そう、モチベーションの維持。で、どういうことかっていうと、まあ、夏休み40日ぐらいありますよね。で、まあ、塾行ってたりする方はまだいいんですけど、一人で家で勉強してたりすると、まあ、孤独な戦いになるわけですよ。まあ、受験勉強なんて孤独な戦いだからね。で、そうすると、やるじゃないですか、勉強。でもやってはね、前に進めてる感覚がつかめなくなってくるんですよ。で、どういうことかっていうと、やっても自分伸びてないんじゃないかなって思ってくるの。これがちょっと夏休み8月入ったぐらいにね、強く思い始めるんですけど。で、そうすると、やっても意味ないんじゃないって思うじゃん。でもやらなきゃって思ってる自分もいるわけだよ。これが両方共存して、一応やればやるの。やんなきゃって思ってるから。でも、やりながら、でもさ、こんだけやってるけど私どうせバカだしとか、どうせ覚えてないしなとかっていう感覚になってくると、やっても意味ないんじゃないかって思ってるから前に進めなくなるんだよね。やっても効率が悪くなります、勉強の。そう。やっぱりモチベーションとして、やった分だけ伸びるよねって頑張ってる私って思ってる人がやっぱり伸びていくからさ、勉強。これはまあ部活の練習とかももちろん同じなんですけど、で、そのために、やったことをちゃんとメモしておく。そうすると、まあ、8月の頭って10日ぐらい経ってますよね。10日間頑張ったことを見るんです。メモしたやつを。そしたら、あ、こんだけやってきたんじゃんって。頑張ってきたんじゃん、私っていう自分の頑張ってる自分を確認してほしいの。で、そこでモチベーションを保ってほしいんです。で、あとは、それだけやってんだから前に進めてるよねっていう感覚にもなってほしい。そういった効果が望めるので、書くなんてもう数分もかかるかわかんないよね。1分とかで終わる作業なので、まあ勉強したらメモする。勉強したらメモする。1日の最後に全部メモするんじゃなくって、勉強し終わったらその瞬間にメモするっていう習慣をつけておくと、これはすごく役立ちます。今現段階、夏休み入ってすぐだからさ、へって思うかもしんないんだけど、やっぱ8月頭ぐらい、1週目ぐらいの時に、おおってなる子が絶対増えてくるので、ぜひやってください。で、もう一個なんですけど、そのために、まあね、前もどっかで話しましたけど、勉強っていうのは二つの側面があります。大きく分けて。一個は新しいことを覚えることです。ほとんどの方が勉強って言うとこっちを思いつきます。勉強って何？って言ったら新しいこと、できないことをできるようにするとかね。でもそうだ、それだけじゃなくって、もう一個、勉強してたもの、一回覚えたものとかできるようになったものを忘れてないかを確認するっていう作業が大事なんです。人は、機械ではないので、忘れます。簡単に、どんどん忘れていく。だから、新しいことを覚えるっていうものと、覚えたものを忘れないっていう、こっちも大事なの。これを両方大事にしてください。で、特にこの、覚えたものを忘れないっていうところにちゃんと、それ意識を持ってて勉強する。昨日勉強したものをもう一回確認して、覚えてるかなって確認をする。それをしっかりやっていくと、覚えたもの、頑張ったものを、あ、ちゃんとできるようになってるじゃんって確認するから前に進めてる感覚になります。で、そのプラス、さっきの日記ですよね。これをやったっていうのを確認しておくと、こんだけやってきたと。で、しかも自分はちゃんと忘れないために復習もしっかりやってったから、これだけやってるんだもん。前に進めてるよねって思ってほしいの。で、そのモチベーションのまんま40日過ぎて夏休み終わった時に最初に掲げた目標、みんながなりたいと思ったみんなになってほしい。と思っております。まあね、めんどくさいことを要求してるので、はって思うかもしんないんですけど、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。ちょっと噛んだけど、ね、やってみてもらえたらと思います。とにかく、
夏休み、まあ、あと受験勉強全部もそうですけど、マラソンです。短距離走じゃなくて長距離走だから、しっかりモチベーション保って、スタミナをちゃんとつけてね。まあ、もちろん、ね、しっかり寝るとかも大事なんですけど、やっぱり気持ちの面でこの夏休み、しっかり戦えるかどうかが大事になりますので、その2点、ぜひよかったら参考にしてみてください。では、今回はね、こんな感じで喋らせていただきました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。